どうもー、影やんです。今日は2021年5月7日金曜日、金曜日の朝の空ということでちょっと曇ってますね。ちょっと雨が降りそうな、これから晴れるんかちょっとよくわからない。で天気予報見てないんでわかんないですけども、今日は金曜日なんでね、僕の1週間のサイクルで言うと今日が1週間のスタートということで、金曜日からこうスタートさせていくというところであります。これでですね、昨日言っていたですね、新しい苗を買ってですね、それをこう植えているというところで、これが以前の唐辛子ですね、唐辛子の苗で、こちらは、昨日ね新しくこう入っていた、唐辛子の苗、ちょっとこっちの方が背が高いですね、背が高い苗、なんかこうしっかりと育ちそうな感じはありますね。で、こちらがキュウリですね。キュウリ、キュウリの、赤ちゃん的なものはまだですね、葉っぱが生えてる状態ぐらいですね。そしてこちらが、ナスということで、ナスこれはねちょっとこう生えてきてきてる、これですね、これがこうちょっとずつ、ほんまにちょっとずつですけど大きくなっていくと。でこちらが新しい苗の、ナスの苗ということで、ちょっとこう触っていきますけど、まだ何もこう変化、今植えたとこなんでね、そんな変化はないんですけども、ということで、新しく苗が入っていってですね、これからどうなっていくかなというところで、こうしっかりと、水やりは基本的に僕はそんなにやってないんでね、自分もやれるときはやっていくということで、いきたいと思います。ということで、普通、一般の人は今日で仕事が1週間終わり、だからゴールデンウィーク始まってすぐもう休みに入られる方も多いんですかね。ということでですね、今日も張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。